維新が泉市議選で一人落選、支持率も下落。まあ、それにしてもね、まあ、昨日あの沖縄の本当、宜野湾市長選がね、まあ、残念な結果ということでですね、まあ、本当、まあ、頑張ってほしいなというかね、オール沖縄の人たちもね、えー、というのはあの思ったんですけども、まあ昨日あの他にもあのいろいろな選挙っていうのがあの行われてて、 ですね。大阪ではですね。やっぱ大阪っていうのは維新がね。まあ強いとこっていうのもあってですね。この泉市っていうね。まあまあ大阪のまあ南の方というかですね。まあ関空に近いえとこ。えー、と言ってもいいかなと。あと、篠田山駐屯地で自衛隊のあのー、えー、施設もあったりとかですね。まあ割と知ってる人は知ってるかなっていうとこ。 かなと思うと、泉市っていうのはね、えー、その泉市で、その泉市議選っていうのを行われたんですけども、まあ、昨日もね、ライブ配信で、あの、その見てたんですけど、まあ、あ維新が、え一、ー、人落ちてると、まあ、いうのがですね、まあ、ああのー、 おっと思ったなっていうかね、あの、でも全員当選してもおかしくないんちゃうのかなって、3人しか落ちないんでね、あの、泉市議選っていうのは、27人出てて、定数が24なりで、3人しか落ちないのに、まあ、維新の人がですね、まあ、1人落ちてると。えー、まあ、5人立てて、まあ、4人当選して1人落選ということなんですけども、ただ、 三人しか落ちないとこで維新がね、こう一人落ちてるっていうのがおっていうね、まあ注目点かなっていうふうに思いましたね。ね僕はあの、泉市に、あの、おとつい土曜日行っててですね、あの、なんか維新の候補者の演説とか、あの、聞いたりね、あの、泉府中駅って一番大きいとこなんですけども、まあそこで入れ替わり、立ち替わり、いろんな、 候補者が演説しててですね、まあ、維新の、まあ、人はですね、なんか万博誘致しました、言うてね、で、万博で人間選択肢ですよ、みたいなことを、なんか盛んに言うてる人が言うててですね、まあ、肝心の泉市政、泉市の政治に関しては何も言うてないな、っていうね。まあ、まあ、そういう人が維新で、まあ、その人は通ったと思うんですけども、他にもなんかブルーインパルスを見せたいんです、って言ってたね。この人も、 あの、自民系かなってか今回は自民系というかね、その、なんていうかね、あの、万博、自民万博大臣と一緒に撮った写真とか写してはってですね、自民系かなと思ったら、ま、この人元維新のね、泉市議の方やったみたいでね、こいつも何言ってんのかなっていうね、ブルーインパルスを見せたい見せたいみたいなこと盛んに言ってて、その人もなんか結局落ちたということで、この方も元維新ということでね、 元維新と維新の人が出てるから、票割れしたのかなっていうのを思うんですけども、やっぱり維新、どっちもね、元維新と維新ということで、まあ、落選したっていうのは、ですね結構大きいかなと、えー、3人しか落ちないとこで、元維新と維新の方が落選してるっていうね。こ、うん、これやっぱ維新のこの 超楽というかですね、大阪でもね、この間は美濃、えー、市議選、えー、であ、美濃市長選で、ね、美濃市長選で、まあ、維新の現職市長がですね、まあ、大差で落選したというのがありましたけども、まあ、それがね、まあ、目立ってきてるかなっていう、まあ、感じでね。で、今度はあの、摂津市の摂津市長選と、まあ、そこでは摂津、えー、不義補選、 え、せ、大阪府議補正の摂津市選挙区での大阪府議補正というのもあるんですよね。まあ、そこもね、まあ、維新は摂津市長選の候補者擁立断念したと。ただ、えー、それに関わる、あの、府議補正に関しては、あの、候補者を出すという、まあ、ここも見物かなと。これが、ね、え、9月22日投開票なんで、まあ、ここもまた見に行きたいなと思ってますということで、まあ、当に、あのー、 メンバーシップの方、えスパチャしてくださる方のおかげで、本当にあの、ありがとうございますということで、えー、ま、まあ、そういうのもあったりとかしてね。で、まあ、維新がその泉、えー、市議選だけじゃなくて、福島県の岩木市議選でも一人落選しているみたいですね。えー、まあ、ということで、ね、やっぱり維新が、その、立てても落とすと、 いうのが目立ってきてるかなという。で、昨日はですね、昨日から今日にかけて TBS の JNN 世論調査っていうのがあったみたいで、これも Yahoo のトップに、えー、今朝出てたんですけども、やっぱ維新の政党支持率もですね、まあ、先月は3.7%だったんですかね。まあ、それが1.4ポイント下落して2.3%になってると。だからやっぱ あの、一桁台の、あの、政党がですね、この、 1>, 1ポイント以上下落するっていうのは、やっぱちょっと、大きいなっていうかね、かつては立憲民主党を抜いてたわけですが、これ JNN の世論調査でも抜いてたと思うんですよ。まあそれが立憲民主党は今回は0.1ポイント上昇して5.3%にまたなってるということで、まあ2倍以上ダブルスコアで、立憲民主党の方が維新を上回ってると。 で、まあ、JNN 世論調査では岸田内閣の支持率が34.3%で、まあ、先月から3.3ポイント上昇しているということなんですけども、まあ、岸田さんはね、もう、今月ですかね、まあ、自民党総裁選で新しい人が決まったらもう辞めはるということですから、まあ、これはどうでもいいと。まあ、ただ自民党の支持率が3.9ポイント上昇して31%になってるということで、ま、あ本当立憲民主党もね、今、立憲民主党の代表 やってますけども、まあ、本当に。あの かなり一生懸命やらなあかんのちゃうのかなと。で、まあ、立憲民主党の代表選でね、まあ、土曜日も言ったんですけども、まあ、吉田晴美さんなんかがですね、えー、消費税の、えー、次元的な5%減税ですかね、えー、っていうのと、あと、食料品非課税と、食料品の消費税をなくすと、まあ、いうことを言ったのが、もうこれね、あのー、いろんな人に評価されてるということで、 で、まあ、あの、立憲民主党の代表、今の代表でもある泉健太さんもですね、食料品非課税は、えー、食料品非課税という選択肢は立憲民主党として持っておくべきだと、まあ、いうこともね、言ったりとかして、まあ、本当にね、まあ、そういう、そういうところでね、やっぱポイント稼いでほしいなっていうか、注目されてほしいなっていうかね、やっぱりその有権者というか国民の生活っていうことをすごくね、やっぱ考えてほしいなと、うん、 ま、この JNN 世論調査、立憲民主党のこの代表選についても、えー、聞いてるんですけども、まあ、びっくりすることにですね、この、えー、立憲支持層ではですね、野田さんが53.3%で1位っていうね、で、枝野さんが17.9%ということで、 まあこれまあ、立憲支持層を言うても、まあ、この JNN ではですね、まあ5.3%ですから、その中で聞いてるっていうことですから、まあかなりね、まあその人数的にどうなのかなっていうのは思うんですけども、まあやっぱり、まあ、あの、有権者にわかりやすいね、 やっぱり枝野さんとかが言ってたのは給付付き税額控除しますと、実質消費税5%減税なんですみたいなこと言ってましたけども、やっぱりそれが分かりにくいと、うんっていうのがあんのかなみたいなも思ったりね。だからまあ、立憲民主党としても、あのきちんとね、やっぱり分かりやすいあの政策っていうのを打ち出していかなあかんのかなと、それを立民代表選でもっとね、あの クローズアップして言っていかなきゃのちゃうのかなと思いましたけどもね。うんで、まあ、維新の政党支持率がね、まあ、下がって、まあ、選挙でも大阪の選挙でも落としてきたということはまあ、先ほど言いましたけども、まあ、これ、あの兵庫県知事のねまあ、問題っていうのもですねまあ、影響してるんちゃうのかなと、まあ、維新もですねそれを意識して、えー あの何て言うんですか、こう兵庫県知事のあの斎藤知事に関して、ですね、まあかなりあの厳しい態度を取ってきてるっていうのがね、で昨日まではですね、維新以外の兵庫県の 4回派、えー、自民党、公明党、立憲民主党、共産党ですかね。えー、4回派がですね、斎藤知事に辞職を申し入れると、辞職要求するっていう、まあニュースで出てたんですけども、まあ昨日の晩になって維新もですね、えー、こ,のこの4回派に加わって斎藤知事に辞職を求めるということなので、出直し選を求めるんですかね。まあ出直し選挙をしろと。 ただでもこれも維新もね、きちんとけじめをつけなあかんのちゃうのかなと思うのは、これはあの、NHK とかにも書いてるんですけども、まあ、維新はですね、この斎藤知事をどうするかっていうのもですね、客観的な事実解明が先だと、えー、言うてはったわけですよね。でそれを差し置いて、あのもう辞職やめろと、えー、出直し選挙をしろっていうのはね、 で、しかも出直し選挙で維新はですね、斎藤知事を支援するのかなと思ったら支援しないっていうね。いや、それもおかしいやろっていうね。あの今までその兵語、特に兵庫維新のですね、幹事長の加藤さんっていうんですかね。加藤さんっていう方は、その斎藤知事をまずっと擁護するようなことをツイッターとか X にずっと書いてはったわけですよね。 で客観的な事実解明が先だとかいろいろ言いながらですね、まあ自分たちの都合が悪くなってきたら斎藤知事に辞めろと。で、出直し戦しても、あの、斎藤さんを支援しないのかっていうね。それもおかしいだろうっていうね。うん。あの、だからその、なんていうんですかね、こう事実解明、えー もう必要だけども、兵庫県政が停滞してるからなんですかね、民意を問い直すべきだということは、まあ、そこまではまあ分からんでもないですけども、ただ出直し線をしても、斉藤さんを支援してない、支援しないっていうのは、維、ま、新、あ、として筋が全く通ってないというかね、まあ、本当に、まあ、あっちふらふら、こっちふらふらみたいなね。 ま、自分たちが都合悪くなってきたから、もう斎藤さんにやめてほしいとしかですね、まあ、見えへんなっていうね。うんいや、こんなんがさらにね、僕は維新のね、あの、指示を下げるんちゃうのかなっていうね。うん、まあま、兵庫県知事選は維新はね、ほんなら、え、誰を立てるのか、それとも立てずに、あのー、なんていうんですかね、まあ、もう今回はもう様子見っていうかね、不先輩に、 選択するのかどうかわかりませんけども、まあ本当にまあどうするのかなと思いますね、まあ、共産党はまあ早々とねなんか候補者をえ立てたと、まだ知事辞めてないんですけど、候補者をえ立てるというニュース出てましたけども、まあ他ね、泉房穂さんとかも、えー、その知事を公募えなんかしたいとかっていうふうにもなんか言ってはったりとかしてね、まあ泉さん が出たらいいのになと僕は思ってたんですけども、まあ10月からなんかレギュラーラジオ番組が始まるということで、まあこれもちょっと難しいのかなっていう、えー、気はしましたけどもね、うん、まあどうなるかねわかりませんけども、まあ兵庫県知事選も僕はもう斎藤さんも積んだ状態と言っていいと思いますんで、えー、まあ今月中にね、まあ、あの、 やめはんのかなと、出直し戦するのかどうかわかりませんけども、まあ、今月中に、ま、不信任が決まる前にやめてもおかしくないかなと、まあ、今月中というか今週中ですかね、うん、っていうのは思いますね。まあ、ということでの、ま、兵庫県知事選、ほんで、すぐにね、出る衆院選とかもあるであろう、11月には衆院選もあるでしょうからね、ま、あ本当に、 まあ、ちょっと、いろんな選挙はまた続くなということで、まあ、頑張ってほしいなというふうに思いましたけれどもね。チャンネル登録よろしくね。